Ladies and gentlemen, now appears the hero of this story. それでは新郎の入場です。どうぞ後方をご覧ください。皆様、恐れ入りますが、ご起立をお願いいたします。新婦がお父様に伴われまして、ご入場です。ただいまより島田雅弘様、稲垣恵里様の神前結婚式を執り行います。これより新郎新婦には結婚誓約書へ署名を行っていただきます。どうぞ壇上へお上がりください。それでは新郎様、テールブックをお取りいただきまして壇上へとお願いいたします。そしてその1ページを開いてください。それでは新郎より署名をいたします。最初の1ページへのご署名は、これから共に生涯同じ物語を綴っていくという決意です。続いて新婦がサインをいたします。この一冊の本はこれからの幸せへの道しるべとなります。それでは本日お越しいただきましたお客様を代表していただきまして、ご両家のお父様よりご署名をいただきます。どうぞ壇上へとお進みください。
まず新郎のお父様よりお願いいたします。ご署名の様子は正面の映像でご確認いただけます。続きまして新婦のお父様お願いいたします。新郎新婦そしてご両家のお父様のサインをいただきました。ご確認いただきましたお客様、温かい拍手をお願いいたします。ありがとうございました。お父様どうぞお席へお進みください。続きましてお二人に誓いの言葉を宣言していただきます。誓いの言葉のページを開いてください。そしてマイクを手にお取りいただきます。私たち二人は本日皆様の前で結婚の誓いをいたします。私は優しい気配りができまた決心をしたら一途に頑張るエリさんを好きになりました。これからは私がエリさんの味方になり守っていくことを誓います。私はユーマを忘れずどんな時も前向きに努力する雅弘さんを好きになりました。これからは私が雅弘さんの支えとなり助けていくことを誓います。私たちはこれまで大事に育ててくださったお互いの家族を大切にし幸せを分かち合い苦しみを共に乗り越え温かな家庭を築くことを誓います。2013年4月14日夫島田雅弘妻エリ、お二人は新しきご夫婦の第一歩を宣言されました。励ましの拍手をお願いいたします。続いて指輪の交換です。指輪の丸い形はエンドレス、すなわち永遠を意味しています。永遠の愛をお互い送り合っていただきます。まず新郎から新婦へ。続いて新婦から新郎へ。皆様の方を向きください。そしてその指に輝くリングをどうぞお示しください。ご確認いただけましたでしょうか。ありがとうございました。どうぞお直りください。今一度向かい合っていただきましょう。新郎は新婦のベールを上げてください。ウェディングキスお願いいたします。お二人はお喜びを分かち合いました。どうぞ皆様の方にお迎えください。これよりリングとキーの贈呈を行います。リングの贈呈は新郎のご友人加藤美希様にご参列の皆様を代表して送っていただきます。リングの贈呈は先ほど受付にて皆様に結んでいただきました承認の証、どうぞ新郎のもとへとお進みください。感謝の気持ちを忘れなければこのリング勇気を与えてくれるでしょう。お渡しになりました。おめでとうございます。加藤様ありがとうございました。続きまして
キーの贈呈です。ご両家のお母様、失礼いたしました、新郎の妹様と新婦のお母様より送っていただきます。今渡される小さな鍵、愛を込めたこの鍵は輝く未来の扉を開くことでしょう。ご両家の妹様とお母様にはこの場にて一つの鍵にご両家の思いを込めて四つ葉のタグを結んでいただきます。いつでもご両家のご家族は大きな愛でお二人を包んでくださいます。それでは新婦のお母様よりエリさんへお渡しいただきます。おめでとうございます。新郎新婦の両側にお並びください。今しっかりとご両家の絆が結ばれました。温かい拍手をお届けください。ありがとうございました。お母様、妹様、どうぞお席へお進みください。皆様からいただいた絆のリングとキーを今感動とともにブックへと収めてまいります。皆様からいただいたお祝いの思いという宝物も一緒に、そしてこの思いがいつまでも光り輝くよう祈りを込めて、これはお二人だけの物語、今ここにお集まりの皆様と共に新たなページが書き加えられました。しかしこの本にはまだ結末が書かれておりません。なぜならお二人のストーリーは今始まったばかりなのですから。どうかここに集まった皆様に誓い、新しいご夫婦として素敵な物語を加えていっていただきましょう。皆様恐れ入りますが、ご起立をお願いいたします。ここにお二人のご結婚が成立したことを宣言いたします。おめでとうございます。ではゲストの皆様にはフラワーシャワーをご準備いただきましょう。少しずつお手にお取りください。それではお二人をフラワーシャワーと拍手でお祝いいただきます。新郎新婦ご退場です。Here's no more.